professional baseball player Takashi Toizani is giving away this grand possession totaling 78 participants. では工藤さん、こちらもどんどん進んできました、はい、解説をよろしくお願いします。まず先払いと言われる人たちが入ってきてます。先払い、はい、特にあの先頭 の, あの一番前にいる方はあのこれから行列が通る入ってくるっていう体で、やってますけれども、その際にあの将軍家から姫路藩はこう鷹をいただくので、その鷹を持って、江戸から姫路に帰ってきます。でそのもらった鷹をイメージして今鷹城の方がその鷹を抱えているということですね。あの時代考証して衣装も揃えられているので鷹城はあのような衣装だったんですかね。姫路藩の鷹城の衣装が残ってなかったので、はい、他 の, あの絵に残っているものから、再現しています。なるほどね。そして、その後ろがですね、あのハサミ箱です。紫色の太いあの化粧紐が見えると思いますけれど、はい、箱自体は黒漆の地味な箱なんですけれども、ああいうその、凝った化粧紐で、こうがこうついてるっていうところがその格の高さを表しています。紐が太くて格の高さを表す、はい、色も高貴ですね。そうですね。それで2個持てるというところがポイントです。なるほど、1個じゃダメなんです。1個じゃダメなんです。ついているところが角の高さです、ね、なるほど、ついている。姫路藩は将軍家から白い登り旗をいただいています。でそれをまあ宝物のようにこう西の丸に蔵を取って、そこの中でまあ貴重に貴重なものだということで、保管してるんですけども、おそらくそれを参議院交代の時は持ち運んでいたと考えられていまして、この姫路用具という赤い箱の中にそこ大事な登り旗を入れていたのではないかと考えました。これも対ということに意味があるんですか。そうですね、はい、だからあの上り場あの竿なんですけど、なんかあの細長いの持ってなんか面白くなさそうなんですけど、そういうわけではない、結構重要なものを持っているということですね。なるほどね。あらら、これは続いての方々は女性が多いかと。大名行列に江戸時代女性はいたんですか。基本的に女性はいませんが、いませんか。あの大名行列の本体の後ろから女中の行列がついていることはあります。なるほど。今度その後ろに入ってきたのがあの弓を持った弓隊になります。弓隊、はい、弓はもうあれはもう一目瞭然なんです、はい、で弓を持った足軽の後ろにあの細長い箱を持った人がいます、ね、細長い箱、はいはいはい、そうですね、あれがあの弓の入った箱になります。なるほど、はい、でその後ろ の, あの金色のものがうつぼですね。うつぼ、マッキンキンのやつです。金色にしてますね。あれの弓を入れるための収納用具。あの質問、あの弓を入れる収納用具は別に一種類の形でいいんじゃないですか。黒い方は戦場にいわゆるそのいわゆる弾薬を運ぶのと一緒で。有効用です。なるほど。で、あのウツボはあれは少しちょっと見栄え良くして大きくしてますけれども、あの弓隊の兵隊が普通腰につけるものがウツボになります。なるほど、違う弓を入れるものということですね。わかりました。でその後ろからあの来ているのがあの槍ですね。本体になります。本体というのはその殿様を護衛する部隊になります。なるほど。であの本来はあの今先の鞘が黒くて柄の赤い槍が一人歩いてきてると思いますが、本来これは2本なんですね。2本で今回は1本は先ほど の, あの所作で使ってしまったので、なるほど、あの寂しく1本できてますけども、本来は、行列の先頭に2本で、この行列の先頭つまりその殿さんのいるところよりも先に2本立てられるというのも栄誉なことで、どこの大名ができるということでもないんです。何でも格式が違いがあるんですね。そうですね、まあ今だったら差別とか言われるかもしれませんが、当時はそういう家の格とかいうのが大事ですので、姫路藩は格が高い家ですので、そういうものが許されていたと。なるほど。この三日月のようなこれは薙刀ですね。薙刀ですか。
も意味があるんですね。そうですね、あの大名の行列というのはもともと軍勢の移動なんです。戦場に急にするための隊列がここにあってます。なるほど。まあ、平和な時代になって実際その戦場に行くことがなくなったので、大名の、まあ、参勤交代のところがこういった行列を、
工科区、加工科期は、あの先ほどその人材派遣の話をちょっとしますけど、人材派遣の、はい、体が大きくて、2枚じゃないと困らない。だから、まあ、来年は加工科期で参加されてもいいんじゃないかな。男前だからね。色を再現したとおっしゃいましたが、やっぱりちょっと不便な渋い